日焼けしちゃう、日焼けしちゃう、日焼けしちゃう、日焼けしちゃう。はい、皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、皆さん夏が来ますね。まあ、夏の前に梅雨がこれから来るんですけども、この季節大事なものといえば何ですか？そうですよね、日焼け止めですよね。うちも結構ね、肌は結構白く保ちたい、美白を保ちたいタイプなので、毎回この時期っていうか、まあ、年中無休はあんま使わないんですけど、毎回この暑くなる時期はね、ほぼほぼ毎日この日焼け止め塗っております。で、この紫外線のこの4月から秋くらいまで、まあ、10月くらいかな、その期間はね、紫外線が強いらしいんですよね。で、私結構焼けやすくて、すごい赤くなっちゃったりするんですよ。お風呂入ったら熱いみたいな、痛いみたいな。なので常に日焼け止めは塗るようにしてるんですけど、で、私の周りでも友達みんなね、日焼け止め使ってるんですよ。なので結構忘れたら貸してあげたり、貸してもらったりしたりしてます。まあ、あの日焼け止め忘れた時のね、終わった感がやばいね。結構この時期ね、通学とか、もう体育の授業の時とかめっちゃ焼けますよね。でもただね、日焼け止めっていろんなメーカーから出てるじゃないですか。なのでね、どれを買えばいいか結構迷うんですよね。というわけで、今回はそんな、あなたに、まあ悩んでるかわからないんですけど、そんな君に私が使っている3つの日焼け止めを紹介したいと思います。で、結構いろいろ調べて、まあ、結構ネットとかで調べたり、友達とかにも聞いたり、まあ、ママとかにも相談したり、まあ、いろいろしました。で、それね、絞って私が結構よく使っている日焼け止め、そう、日焼け止め、最強日焼け止め3つ、日焼け止め、日焼け止めたちを紹介したいと思います。では、まず1点目はこちら、日焼け止めミスト。はい、こちら無印良品さんで買ったやつですね。で、日焼け止めってこうやって振ったらカラカラって落としてさ、こうやってやって広げるイメージなんだけど、これは結構スプレータイプなんですよね。で、これ以前ね、紹介したことあるんですけど、その前から使ってるやつなんですけど、ちょっとだけね、新しくなったらしくて、前はね、シュッて出すと白っぽかったんですけど、今回の方はですね、一回つけてみます。ほら、透明なんですよ。しかもスプレーだから、めちゃめちゃ。広げやすい。こんな感じで中の液体が透明なんですよね。で、これで伸ばしたりするとすごいシュワシュワってなって気持ちいい。はい、じゃあちょっとこちら吹きかけてみます。今回はこちらね、白じゃなくて透明っぽいですね。ほら、普通透明で、これで伸ばす感じで、ちょっと、ね、サラサラ油っぽいんだよね、なんか。で、これめっちゃサラサラしてるので超伸びますね。で、ちなみにこちらの日焼け止めの数値は SPF30PA++++ ですね。で、こちらお値段は790円でした。スプレータイプだからめちゃめちゃ楽ですね。で、これはですね、私はよく学校に持ってっていて、日焼け止めをちょっとね、塗り直す時とか、汗かいちゃった時とかに塗ったりしてます。で、これなんかメイクの上からでもシュッシュってできるそうですね。で、これは海とか、まあ、外とか、こう一日中日を浴びてる時とかじゃなくて、まあ、ちょっとサクッとお出かけする時とか、まあ、塗り直しとかに使う感じですね。はい、続きましてこちら、ビオレ UV アクアリッチウォータリージェル9でございます。顔体用ですね。振ってもね、カタカタ言わない。で、これはですね、結構 SNS とかでも評判が良かったやつなんですよね。で、まあこちらはジェルタイプなんですけども、で、こちらスーパーウォータープルーフということで、水も結構弾くっていうか、全然水にも強いらしいですね。で、それはありがたい、今の時期なのに石鹸で落ちるそうです。で、こちらめちゃめちゃ嬉しいのが、ニキビ処方済みでノンコメドジェニックということで、めちゃめちゃうち的にはいいやつですね。で、ちょっと出していきます。こんな感じ。ちょっと伸ばしてみます。で、結構これも伸びがよくって、で、ちょっとね、パールっぽい白っぽい感じ で結構肌とかを明るくするパウダーとかも入ってるそうですね。で、結構これジェルタイプでムラがなくいい感じに伸びてくれて、で、ちょっと美肌効果もあるということですね。で、こちらが SPF50+PA++++ でございます。で、こちら50なので結構ね、紫外線をしっかりカットしてくれるタイプですね。でもね、結構サラッてしてるので全然重い感じしないです。
はい、でこちら90ミリ入りで760円でした。これ結構たっぷり使えますね。でも結構これはまあディズニー行く時とか、まあどっか出かける時とかにすごいね、紫外線カットしてくれるので、つけていったりしてます。まあ一日外で遊ぶ時とかに使ってます。めっちゃカットしてくれる。はい、ではラストはこちらでございます。サンメディック UV 薬用サンプロテクト EXA でございます。こちらジェルですね。日焼け止めジェルって書いてある。で、こちらはママと兼用で使ってるものなんですけど、で、これも結構ネットとかでも評判が良くって、しっかりと UV をカットしてくれるのに、なんか結構肌に優しい系みたいですね。だから結構ね、敏感肌の子でも全然使えたっていうコメントとかもよく見ました。で、こちらは SPF50。プラス PA プラス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 ですね。これさっきのと同じかな。しっかり守ってくれます、ね、ちょっとつけてみましょう。ジェルだよ、ジェル。広げてみます。あー、やっぱりこれね、すごいしっとりしてるんですよ。これ毎回ね、すごいしっかり伸びてくれて、すごいしっとりした感じになりますね。かさついてる季節とかもね、いいかもしれない。で、なんか全然塗ってる感がないんですよね。で、これは日焼け止め効果だけじゃなくて、これ美白の効果もあって、あと肌荒れ防止もあって、あと潤いも与えてくれるし、あとシミ、そばかすを防いでくれるっていう感じで、もうね、ほぼほぼ肌を守ってくれてる感じですね。紫外線からっていうか肌自体守ってくれてる感じで、超強みですね。で、こちらもね、あの肌にあのいいようにノンコメドジェニックとなっております。超嬉しい。ニキビにも悪くないと。なのでこの子すごい優秀ですね。超おすすめです。なのでこれ普通にスポーツとかプールとかにもすごいおすすめなので、もうこれ真夏とかは持ってこいですね。で、こちらね、ちょっとお値段高めだったんですけど、 50ml で1800円でした。まあでもこれはママと使ってるやつなので、ちょっといいやつですね。で、これはほんとプールの授業の時とか、あとなんか外で1日バーベキューする時とか、あのディズニーランド夏に行く時とか、もうがっつりほぼ直接日光が当たってる感じの時とかも全然守ってくれるですね。全然守ってくれるですね。太陽がガンガン当たる時とかに使います。はい、というわけで今回はももかのおすすめの日焼け止めを3つ紹介してみました。いかがだったでしょうか。まあね、いろんなところからね、いろんな日焼け止め出てると思うんですけど、まあいろんな口コミ見てみたり、あとは友達とかに聞いてみたり、まああとママとかにも相談したり、まあいろいろ情報を集めた結果、こちらを選んでいるってことですね。で、まあこれはね、無印良品さんなんですけど、あとのこの2つはね、普通にドラッグストアさんとかでも売ってるので、あとネットとかでも売ってるのでね、まあすごい手に入りやすいと思います。まあ忘れてたんですけど、匂いはあんましないですね。まあ今日鼻詰まってるんですけども、まあでも手頃な価格でバシャバシャ使えるといったら、まあビオレかなって感じですね。まあ、ほんとたくさんね、量使う方はこれ、まあがっつり日光に当たるんだけど、でもどうしても日焼けしたくないっていう方は、まあこれ、こういうのがおすすめだと思います。まあ、何個か日焼け止め持ってても、まあいろいろね、用途とかに合わせて使ったりできるので、すごいいいんじゃないかなって思います。まあ、うちは結構美白で痛いタイプなので、日焼け止めは毎回必須でございます、この時期。まあ、曇りの日も普通に紫外線はあるらしいのでね、しっかり日焼け止めを塗っております。もう忘れた時の絶望感ったらあるしね。なのでね、皆さんの日焼け止め選びの参考になったら嬉しいです。ぜひ他にもね、この日焼け止めおすすめだよとかね、いろいろあったらコメント欄で教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。学校に行くときはバリバリ日向とかばっかだから、ちゃんと塗らなきゃね。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さん、バイバイ。